俺がこの世で一番嫌いなものがわかるか。不自由な奴だよ。もしくは家畜だ。そいつを見ただけでムカムカしてしょうがなかった。その理由がやっとわかったよ。何の疑問も抱かず、ただ命令に従うだけの奴隷が見るに耐えなかった。俺はガキの頃からずっと、ミカサ、お前が大嫌いだった。お前が大嫌い。